はいどうも、K チャンネルです。えー、もうね、12月になってきましたね。もう今年ももう終わりですよ。終わりということでね、まあ、去年の今頃のことを思い出してね、あの、喋っていこうかなと思います。あの、去年僕がですね、あの、競馬場で見たレースの中でね、一番印象に残っているレースが、ちょうど去年の今頃ですね、あの、中山大障害です。はい。まあ、あの、有馬記念と2日間見に行ったんですけど、まあ、この中山大障害の方が、 ふとした印象に残ってるかな、まあ、有馬記念もいいレースではあったんですけどはいでね、まあ、まずはあの去年の中山大障害がどういうレースだったのかという説明をしますあの勝った馬があのお重調さんという馬ですで2着がアップトゥーデートという馬なんですけどこの2頭はですねもうずっとライバル関係にあったわけなんですねうんあの2015年えー、と今から3年前だから去年からしたら2年前のえー、障害 会のねあのチャンピオンホースがアップトゥーデートっていうのだったわけなんですよ2015年のね中山グランドジャンプも勝って中山大召喚でも勝ってっていう感じでもうね束を寄せ付けない感じでねこれから先はもう当分このアップトゥーデートの天下なんじゃないかっていうぐらい強い競馬をしたわけなんですねでもちろん最優秀障害馬にね2015年に 選ばれたわけけなんですけどその年の中山大障害に出てあの6着に負けていた馬がああのおじゅうちょうさんんだったでですよ、はい、でまあ、この時のお重長さんっていうははっきり言ってそこまで強い馬ではなくてねあの平地で全然振るわなくて障害に転向してねであのデビュー戦障害デビュー戦は最下位に負けてでその後 でまあ、なんとか未勝利を勝ち上がってオープン戦でもまあまあ戦えるようになってで JGI に初めて出てきて6着っていう感じでねまあまあ要はまあそこら辺にありふれたようなねまあ普通の障害馬ではあったんですよ、まあ、弱くはないうんまあちゃんとオープン出てきて重賞に出てきてるわけだからまあそこそこの障害馬だったんですけどこの馬がですねもう急に覚醒して2016年に覚醒して。 中山グランドジャンプも勝って中山大障害も勝ってって感じでもう最優秀障害馬になったわけなんですねうんでもうアップトゥーデイートはねそこからもうずっとリベンジに燃えていたわけなんですよアップトゥーデイート陣営はで2017年のね中山グランドジャンプでは、まあ、アップトゥーデイートがねまあ頑張って逃げたんですけど途中で力尽きてねあの3着に負けるっていうその時に勝ったのがお重長さんでもうね もう万全な感じ、もう <laughs> 全然タバコ寄せつけない感じでね、途中、ね、そのアップトゥーデートも交わして、お重腸さんが先頭に立って、で途中に、ね、サンレー・デュークっていう他の馬がね、競りが綺麗な感じでぐっと上がってきたんですけど、もうそれをね、相手にしないでもらくら突き放して勝って、もうお重腸さんの天下がもういよいよ止まらないなっていう感じになったんですね、去年の中山グランドジャンプの時点で。でそこから はアップトゥーデートとおじいちゃん、ま、障害のレース他の障害レースの重傷を挟んで大障害にねいよいよぶつかるわけなんですよでもうアップトゥーデート陣営としてはねあの林光明さんっていう機手がねあのアップトゥーデートの主戦なんですけどあのもうね引退をね決め,る決めていてでその JG1 でねアップトゥーデートに乗れるのはこの中山大障害が最後だろうとなったわけなんですよでまあねもう アップトゥーデートとしてはもう一か八かでもうお重腸さんを任すことだけしか考えてないっていうような感じで作戦を立てていてでねその迎えた中山大将害ですねもう一番人気がお重腸さんでも一1.56倍ぐらいで二番人気アップトゥーデートででも他はもう全部差が離れているっていうようなそんな感じでも完全にね2頭の。 二強の対決まあでも若干おじ調ちょうさんが有利かなって感じでアップトゥデートが雪辱に燃えるって感じだったんですけどもうスタートしてね、あのー、最初の直線に入った段階でもうアップトゥデートがで、ね、も 4,100m もあるレースなんですけど中山大将が行ってもうねもうなりふり構わない感じでもう大逃げを放ったわけなんですねもう10馬身20馬身ぐらい離したような逃げっていう感じでもうざわめきがすごかったもうちょうど僕が見てたのが あのゴールよりも左側そのなん,なんて言ったらいいんだナー第1コーナー第1コーナーのやや手前ら辺のねスタンド席で見てたんですけどもうね泥めきがすごかったね1周目入った段階でもうあもうこれはあもういったなってもうやったなって感じアップデート <laughs> 腹くくってやったなって感じでもう一着か惨敗かっていう感じのもうありえないぐらいのペースで飛ばしてったわけなんですね。でおじゅうちょうさんも 前めにつける馬ではあるんですけどあまりにもアップトゥデートが、ね、話すもんだからもうちゃんと見える範囲内で競馬しようっていう感じだったのが、まあ、ちょっと離れた2番手あたり2番手集団の前ら辺につけていてもう他の馬のこと何にも見ていない感じでレースが進んでいってそうですねでも、まあ、アップトゥデートがその3もう最後の、ね、コーナー最後の 障害の手前ら辺でねもうアップトゥーデイトが逃げる後ろからお重腸さんがもうすごいもう前傾姿勢みたいな感じで追っかけてる様子がスクリーンに映った時にもう一気に「おお!」っていうもうなんだろうなもう障害レースとは思えないぐらいの歓声みたいなのが起こってでも完全にマッチ,アップマッチレースですよもうそこから逃げるアップトゥーデイトお重腸さんがもう後ろ 6馬身ぐらい後ろから追いかけてでもさすがに届かないんじゃないかなみたいな感じもうこれはちょっとアップトゥデート逃げ切るんじゃないかなって思わせたところで最後のコーナーでねもう最後ダートコースから横切って芝に入るからちょっと急なカーブなんですけどそこでね一気に横にバーって膨れてでそこからもう今までね 4,000m まあ 3,900m ぐらい走ってきたと思えないかのような。 足でねアップトゥーデートもすごいしお順調さんもすごいしもうあの2頭のもう追い比べあれはもうね言葉では尽くせないぐらいのねすごい迫力と、まあ、感動がありましたねもう周りにいるお客さんとかもなんか普段ととんか違った感じの盛り上がり方っていう感じだったな普段のね平地レースとは違った種類の盛り上がり方って感じでまあ最終的にね もう長さんがゴール直前 100m50m ぐらいで捉えて勝ったんですけどまあレコードタイムですねもうアップトゥーデイトが素晴らしい逃げを打ったからそれでペースが早まってレコードタイムってなったんですけどでねまあ後ろもう3、まあアップトゥーデイトもね1着か惨敗かって感じの大谷を打ったのにちゃんと2着に粘ったっていうねまあ粘ったっていうよりかはもう3着もう大差が開いてたんでもうあれなんですけどでね アップトゥデートのねすごいところはその2015年にその障害連覇した時よりも JG1 ね連覇した時よりも全然速いペースでね走ってるんですよ速いタイムで走ってるんですよだからね別に弱くなってないんだよね別にお重長さんが強すぎるってだけでアップトゥデートもお重腸さんがいなかったらねもうもっと勝ちまくってたと思うなうんだからまああのレースはね本当に もう平成の名勝負に入るんじゃないの平成の名勝負何戦みたいなのがあったら多分入ると思うぐらいのねそんぐらいの素晴らしいレースでしたねでねまあその時は現地にいたからあんまりまああんま現地にいたから聞いてないんだけど帰ってからねあのテレビで放送されたやつを見たらねの山本奈さんの実況がねまたすごいんだよね残り 500m ぐらいからの、ね、山本奈さんの実況ってのでぜひ聞いてほしいんですけどあれはもう去年の名実況 うん、ベスト31、まあ、位かもしれないね、まあ、あの実況がまあさらにあのメイレースにね彩りを加えててねさらにそのメイレースを際立てて出るいい感じの実況だったと思いますはいでねまああのここから先はまあ後日談みたいな感じになるんですけどその後のね中山グランドジャンプでねこの2頭はもう一回ね戦ったわけなんですけどその時もねアップトゥデイトがもう大逃げを放ってね 中山大みたたいなな感じに行くのかっって思んんですけどおじうちょうさんがねもう大逃げをさせなかったんですよねもう完全にアップトゥーデイトの後ろをぴったりとマークしてもう大逃げをさせないでもその2頭はもうでもまあその見た目で言ったらその2頭がね、まあ、団子になってるわけだからそこまで飛ばしてないのかなって思うんですけどでもタイム的に見たらねもう中山大障害並みのペースでもうめちゃめちゃ飛ばしてるわけなんですよね。 で、そんな感じで、アップトゥデートにぴったりマークしたにもかかわらず、また最後の直線の手前からお重長さんがさらにまた突き放して大差勝ちをするっていう。もうね、あのペースでついていかれてあんな足出されたらもうどうしようもないって感じ。もう、もう叶わないっていう、そんな感じですね。もう <laughs>。はい。で、なんですけど、ちゃんとアップトゥデートはそんなペースでね、 逃げて競りかけられたにもかかわらずアップデートも2着をねまた死守して大差つけられてるんですけど2着を死守して自分が作ったねアップデート自身が作ったその中山グランドジャンプの 4250m のレコードよりもさらにまた速いタイムで走っているっていうだからねもうあんだけやられたらもうねどうしようもないんだよね本当にアップデート側からしたらもうもう完敗って感じでもう悔しいって っってていいいいいうよよよりりかかははアップトゥデート陣営の方も悔ししいいそそれこそ清々しいみたいな感じだと思いますよ、はい、でねまたそのアップトゥデートが今年もね中山大集会に出るわけなんですけどまあおじいちょうさんいないんでね今回はおじいちょうさん有馬記念の方行くんでね勝ったらこれで大集会勝ったら3年ぶりにね JG1 勝つっていうことで私3年ぶりに勝つってのもまたすごいよね3年ぶりに G1 級勝つって言ったら どうなんだゴスホーク券とかしかいないのかなそれもそれですごい気がしますそれにねアップトデートも有馬記念のねファン投票で51位とかに入ったんでしょうだからねやっぱお重腸さんの人気もすごいんだけどアップトデートもね根、ね、強い人気がねあるってことですよねやっぱりアップトデートがいたからこそそのお重腸さんのね今の活躍みたいなそういうね業績にねまあいいね花が添えられてるっていう気がしますはいというわけでねあの 今年もね、僕はね、大障害見に行きます。中山大障害。はい。でね、大障害でね、アップトゥデートがね、どんな走りをするのかっていうのをね、あの去年と同様にね、また目、えー、にね、えー、焼き付けていきたいなと、そういうふうに思います。はい。というわけで、まあ、アップトゥデートとおじいちょさんのね、その中山大障害の、えー、お話でしたね。うん、まあ、去年見に行ってよかったですね、本当に。うん。まあ、ずっと僕障害競争はね、好きなんでね、 はいまあ、ずっと見てるわけなんですけどもそれにしてもあんな名勝負はねこっから先見られるのかわからないようなものをね初めて見た JG1 で見られたっていうのはね、まあ、運がいいのか、まあね、どうなのかわからないんですけどもまたねいい勝負をね期待していきたいと思います。はいというわけで以上です。ありがとうございました